ちゃんちゃかちゃん。どうも、にゃん。トカゲのゲンです。まあ、水飲んでんねん。じゃあ、後半戦、スタート。あ、はなちゃん。おしっぽちゃん。なんか、そわそわしてるやろ？小松菜と違ってな、これジュビア待ってる時やねん。早く、はなちゃんも食べたい。早くちょうだい。これは、はなちゃんな。育ち盛りやからな。よう食べんねん、マジで。私は、てんじゃん。全然食べることないからさ、ダイエット中やからさ。毎日食べてえな。マジで。もうちょっとしか残ってないわ。しっぽちゃん食べんのめっちゃ早いで。見といて。超スピードやろ。はらまきちゃん、まだこうやってな、虫かごの中で食べてね。この子らもよう食べるようになってんね。わかったろ、口に入れたままよ。はらまきちゃん、線入ってるやろ、背中に。太郎もやっとな、食べれるようになってきてん、しっかり。赤太郎だけまだちっちゃいからさ、腹巻ちゃんはもうだいぶ大きくなってんけど。ほら、まだ残ってんね。太郎はな、ゆっくりやわ、食べんのも。まだまだおちびちゃんやね。で、かげまろ。あ、捕まえた。影丸はな、なかなか食べてるとこ見んの珍しいねんで。野生の子やからな、この子。あ、もうなんかもう、人思いに早く食べたってって思うねんけど、じわじわ行くタイプやねん。食べてるやろ。お、飲み込んだ。影丸用のな、めっちゃちっちゃいデュビアやねん、これ。
もういらんのかな。はい、今度おはぎ。綺麗やろ、おはぎ。うん、食べた。また食べた。わあ、食べた。このデビア食べてんねんけどな。うん、はい、食べました。こっちよもぎ。お、食べた食べた。よもぎの方がなんかな、いつも眠たそうな顔やね。おお、食べた食べた。上手に手を使うよな。気づいてる？で、次はミロちゃん。お、食べた。ミロちゃんめっちゃちゃんと食べんねん。シラフってなんか好き嫌い激しいとかってよう聞くねんけどな。この子はもうほんまにしっかり食べる。ほら、上手に食べるやろ。さあ、最後の一匹。はい、じゃあ完食。えらえら。とりあえずみんなのご飯タイムは終了です。じゃあ、今日も見てくれてありがとう。バイバーイ。人間より食費かかってんねんて、マジで。